今回はこちら、丸みのあるドロップビーズを使用した可愛らしい小枝ピアスを作ります。どうぞ最後までご覧ください。こんにちは、アイです。このチャンネルではアクセサリーを中心としたハンドメイド作品の作り方をわかりやすく紹介しています。使用する材料はこちらです。ピアスやイヤリングはこちらのタイプであればどれでも大丈夫です。 工具や備品はこちらです。では、まず最初に、こちらの丸カンとビーズをつなげます。丸カンの輪を開くときには、両側を掴んで、横にぐーっと引っ張って輪を開くのではなく、片側を優しくクイッと上に上げます。はい、そうして開いた隙間に、 こちらのドロップビーズを入れます。先ほど上にクイッと上げたので、今度は優しく下に下げて輪を閉じます。はい、こちらを繰り返します。 次にこちら9ピンの輪になっていない方、こちら側を端っこから7ミリ測ってくるっと丸めます。7ミリ測る理由は、9ピンの最初からできているこの輪、基本的にすべて同じ大きさになっています。この輪をぐーっとまっすぐに伸ばして長さを測ると、だいたい7ミリぐらいの長さになります。 なのでこちら側も同じように 7mm 測ってから輪を作るとこちらと同じぐらいの大きさの理想的な輪が作りやすくなります、はい、では 7mm の箇所に印をつけたこちらの9ピン下の輪の向きが左から右に向かって輪ができているので印をつけた 7mm の箇所を右に向かってグッと曲げます。 必ず曲げる方向は下の輪の向きと合わせます次にこちら丸やっとこでこの曲げたこの部分をくるっと丸めるのですがやっとこのどこでピンを挟めばいいのかわからないという時はこの9ピンの輪の中にやっとこをぐーっと入れますそしてもうこれ以上奥に入らないよというこの位置 この位置を覚えておくかやっとこの方に少し印をつけておくと分かりやすいです、はい、先ほど輪が入ったところで、はい、切れ目ギリギリリのところを挟みますそしてこの先ほど曲げたこの角の部分に指を少しこのように入れてでピンを指に押し付けながらやっとこは 転がすすようにゆっくりと丸めます、はい、このように9ピンの上下の輪を丸めるときには必ず下と上の輪の向きが逆になるように基本的に S 字になるように丸めてください。 次にこちらのビーズとパーツを順番につなげます。最初にこちらの丸カンを開いて、こちらのビーズを3つつなげます。 はい、そしてこちらの上下を丸めたキューピンも入れます。丸カンを優しく閉じます。はい、では二個目の丸カンを開きます。こちらには、 ビーズを2個入れます。ビーズを2個入れたら、次はこちらのパーツをつなげます。でこちらの丸、はい、カンの、こうやって見たのが正面になるので、つなげるパーツの,この上の輪は、 後ろから前に輪ができている状態で丸カンに通します。はい、そうすると下の丸カンに通している。こちらがはい。前から後ろに輪が来ている状態になります。そしてもう一個ビーズを入れます。そして次にこちらの何もついてない。 こちキューピンの輪を今度は前から後ろに輪が来ている状態にして丸カンに入れます。そして丸カンを優しく閉じます。 3個目の丸カンを開きます3個目もまずはビーズを2個入れますビーズを2個入れたらこちらのパーツを通します、はい、今度も上の輪が、はい、後ろから前に輪が来てる状態にして そしてもう1個ビーズを入れます。丸カンを優しく閉じます。では4個目の丸カンを開きます。こちらのパーツの上の ビーズを三つまとめた丸カンの中に通します。そして最後にこちら。ピアスやイヤリングのパーツを通す。この輪の中に。丸カンを通します。後ろから前に。のように入れます。 そして丸カンを優しく落します。反対側も同じようにつなげます。はい、完成です。今回はドロップビーズを使用しましたが、パールを使用しても可愛いですよ。 どうぞ、いろいろと試してみてください。最後までご視聴ありがとうございました。